結果発表。はい、ということで本日はいよいよ私の手元に来ている残る2本のニコール Z マウントレンズを紹介させていただきます。あ、その前に以前の動画でたくさんのコメント欄からご応募いただきましてどうもありがとうございました。本日いよいよその発表でございます。それではよろしくお願いいたします。早速まず1本目からお披露目いたしましょう。それがこちらでございます。ニコール Z1424F2.8S ということで、あの成形写真界隈では神レンズと呼ばれた 1424F2.8 の生まれ変わりでございます。いや結構実際持ってみるとでかいね。ただしデメキンレンズではなくなっていてこんな感じ、うん、スペックを考えるとねだいぶコンパクトと言えるのではないでしょうか。こちらに関しては予想しやすかったのではないかなと思います。まあ、天体写真撮ってるし1本ぐらいは広角レンズということを考えればですね割と当てやすかったのではないかなという感じがいたしますね。かなりこちらに関してはコメント多かったです。いずれ天体の方も撮っていこうと思うんですが Z9 に取り付けてちょっと動画でも実験してみました。いくつかの APS-C 機を持ってきてオートフォーカス比較などをやってみましたのでまずはそちらをご覧ください。まずは Z9 と富士 XH2S の比較でございます。富士の方はレンズはビルトロックス 23mmF1.4 を使っています。絞りを合わせるために F2.8 としました。また画角を合わせるために Z9 の方は DX クロップモードを使っております。両方とも三脚固定です。これでしばらく動き回ってみますのでその時のトラッキングの様子人物をどれぐらい追うかというところについてご注目ください。次にソニー α6600 を用意しました。レンズは1650です。こちらはお求めやすいキットズームにはなってくるのですが、だからレンズの違いはどうしても出てくるかもしれませんが、先ほどと同様にサイドバイサイドでカメラを並べてまた動き回ってみましたので、その時の様子をご覧ください。
Z9 を使って Vlog 的なものを撮ってみた。こちらは現在歩きながらお話ししながらニコン Z9 に 1.424 のレンズをつけて、手ブレ補正はアクティブモード、スポーツモードを使って撮っております。どんな感じになっているでしょうか。こちらは電子手ブレ補正を入れてみましたがいかがでしょうか。それにしてももうだいぶ手がプルプルしてきました。はい、ということでいかがだったでしょうか。個人的には、勝手なイメージではあったんですが、ニコンってそこまで動画には向いてないのかなって思ってたんですけど、こういった動画の収録ぐらいだったら十分こなせるレベルと言いますか、というか正直なところ人物をこんな感じで撮るんだったらほとんどどのメーカーも大差ないかなという印象でございます。ただし、フォーカスブリージングなどがないので、非常に動画撮影などでも使いやすい一本になっているかなと思いました。そうそう、付け加えておくと、このレンズ、インナーズーム式、インナーフォーカス式なので、ジンバルとか乗せてもバランスが崩れない、ズームしてもバランスが崩れないという特徴もあります。そういった意味でも動画撮影でも非常に使いやすいですね。また Z9 に関しては、電子手ブレ補正がね、意外なほどよく効きますね。ジンバルとか全く使ってないんですけど、歩き撮りしてもヌルヌルに撮れる、いい感じに撮ることができるなという部分は確かにありました。ただ自分にこうやって向けてるとね、さすがにだいぶカメラが重いのでしんどいところはありましたけれども、いやいや YouTube 用の動画収録にも十分使っていける、活用していける、そんなセットになっていたかなと思います。さて、お待たせしました。次に2本目いきましょう。その2本目がですね、なかなか予想が難しかったのではないかなと思います。コメント欄を見ても中望遠から広角まで、いろんな予想がありました。果たして一体どれだったでしょうか。それがこちら、 20mmF1.8S でございます。正解者の方はいらっしゃいました。2名の方がですね、見事2本とも的中されております。おめでとうございます。後で何らかの手段で、送金しようと思いますし、一応最大額送ることができますので、こっそりちょっとコメントとか、いろいろですね連絡ください。何らかのこう自分のですね、お望みの送金手段で送ろうと思いますので、この度、現金な感じではありますけれども、プレゼントをお送りさせていただきたいと思います。そんな大したものではないんですけど、フィルター1個ぐらいは購入できるかな。ということで本日はですね、レンズを今手元にこういう2本のレンズ持ってますよっていう、あくまでその紹介だったんですけど、やっぱりですね、成形写真の撮影をしたいじゃないですか。で、今いろいろとですね、撮影に行ってるところでございます。しっかりと処理をしたものをですね、出せればなと思っているんですけど、ゴールデンウィークまで行っちゃうとね、もう月が明るくなるんで、その前にしっかりとこう書き入れ時にね、撮り行きたいなって思ってるんですけど、せっかくこういったいいレンズがありますので、星空タイムラプスとか成形撮影の方で活かしていけたらなと思います。果たして、例えばこのズームと単焦点ってありますけど、その写りの違いはどうなのかとか、自分も興味持ってるところはね、ほんとたくさんありますんでね、はい、主にそちらの方で活かしていけたらなというところでございます。またね、その様子は動画で収録して、いろいろ結果とかもお伝えしていきたいと思いますので、今後何卒よろしくお願いいたします。それでは、本日はこれぐらいで動画を終わります。ここまでご視聴くださった方、ありがとうございました。失礼します。さよなら。また来てるんですけど。
ニコン。家中ニコンだらけになってきたわ。